お世話になります、ひとりでございます。バドレックスはレイスポスとブリザポスと一緒のハッピーセットでゲットすることができますよね。でこの共有結合状態のバドレックスは馬と引きちぎることができて、この際ボールはバドレックスも馬もゲットした際のボールに統一されるんですよね。では別のボールで捕まえた馬を用意して結合させたらどうなるのでしょうか。そもそも結合できるのでしょうか。結合できたとしてボールはどちらのになるのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、私は眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はバドレックスを別の馬と結合させたらボールはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、ということで今ねもう準備済みでございます。ポケモンの方を見ていきましょう。この通りバドレックス、レイスポス、バドレックス、ブリザポスっていう感じでございまして、中身見ていきますと、はい、これは親一人でございますね。でゴージャスボールに入ったバドレックスでございまして、でレイスポス、こちらゴージャスボールの親一人でございまして、ですので先ほどのねこれと同じ一緒に合体していた個体ということですね。でさらにもう一つ下行くと、フタリーという親の名前のボールがマスターボールですね。そのバドレックスが一体と、でもう一つはブリザポス、親フタリーでございまして、モーストボールですから、先ほどの、やつと合体していた個体でございます。今そいつらをねこの通り分離してある状態でございますので、バッグの方からですね絆の手綱使ってですね、先ほどのバドレックス、合体させていきましょう。はい、バドレックス選択、どのポケモンと合体しますかということで、一番下のブリザポスですね、合体させていきましょう。いけていや、あ、ちゃんと合体はするんだ。合体しましたね、ちゃんとしっかり別の馬でも。バドレックスは別の姿に変化したということで、ブリザードランスね、それを覚えるということで、はい、じゃあもう一個もやってみましょうか。じゃあはい、じゃあバドレックスと、あ、使っても効果はないよ。え、あ、できないんだこれ、1体しかできないとこか。ああ、こっちもできないんだ、レイスポス。ってことはソフトで1体だけみたいな感じかな多分。はい、ということはとりあえず合体できたんでね、別の馬と、まあここが一番運命の瞬間ですからね。強さ見ていきましょう。レッツゴー。ああ、ゴージャスボールですね。あ、じゃああれか、バドレックスの方に統一されたってことか。なるほどね。じゃあもうブリザポスの方のボールの存在は消えてると。なるへそなるへそ。いやー、せっかくこれマスターボールで捕まえたのに、マスターボールの要素がなくなっちゃうの悲しいね。これ話したらどうなるんでしょうかね。またこれゴージャスボールになったらおかしいことになっちゃいますけど、まあとりあえずやってみましょうか。はい、絆の手綱で、はい、バドレックス引きちぎっていきましょう。ティア、いけ。それで、はい、別の姿に変化したということで、中身見ていきましょう。はい、これ強さを見る。はい、こいつはもちろんねゴージャスボール元々ですから。じゃあ見ていきましょう。あー、マスターボール戻ってますね、ちゃんと。まあそういうことか。でもこれよく考えれば、そっかそっか、バドレックスになるからね、これ合体させた時。これでちょっと合体させたとしたら、はい、ここで、また合体させたとしたら、これバドレックスなんですもんね。だってブリザポスとかの要素ってのは一応入ってるけどない状態ですからね、一応。そっかそっか、だからそのバドレックスの方に統一されると。だからこの乗ってる状態ではもうこのブリザポス、レイスポスの、まあ、人権みたいのがないってことですね。まあこいつ馬だから馬券っていうのかなまあだからバドレックスによって馬券が侵されるってことなんでしょうね。ということで検証結果、バドレックスを別の馬と結合させたら馬券が剥奪されるでした。まあこれは初めやる前は全く予想つきませんでしたが、実際やってみてよくよく考えてみると当たり前っちゃ当たり前の結果になりましたね。というか私的にはバドレックスがそのソフト内では1体しか結合状態で入れないっていうことの方が驚きでしたね。まあ、今回はねこんな感じの小ネタとなりましたが、これでちょっとブリザポスとレイスポスがかわいそうになっちゃった方いるんじゃないでしょうか。下手したら結構それでストレスを抱えてしまう人もいると思いますので、そのストレスを解消するために今すぐバドレくすぐらないから。Egoist じゃない、ほら。